話戻すと、こういう感じで自画像あの作品を交換し合おうよって来てくれ来てくれって言うんだけど、みんないやきついっすわって行かないわけじゃん。だこのおじさんだけがもうとにかく金がないと、とにかく金がないからポンタファンに行ってこの人たちにまあ、あのいろいろ助けてもらったりしながら暮らしてたわけじゃない。でテオがもうお願いしますとゴーガンさん、顎足全部持ちますと。で向こうで書いただけが全部俺がうちで買い取りますから、頼むから兄貴のとこ行ってやってくださいって、うん、で行ったわけですよ。マジでしょうがねえなっつって、アルルに行って、その黄色い家、ゴッホがみんなを呼ぼうとしてて、黄色い家で共同生活が始まるわけじゃないですか。2人の、うん、ね。で その時にゴーギャンが描いたゴッホの肖像がこれですよ。ひまわりを描くゴッホっていうんだけど、これは実際はゴーギャンがアルルに着いたのは10月ですから、もうひまわりないんですよ。だからゴッホは実はこうひまわりを見て描いてなくて、8月の間にあの描いてたひまわり、あれをもセルフコピーを描いてるんですよ。自分が描いたひまわりの絵を見ながらそれをまあ写して、だから多分ナショナルギャラリーにあるあの黄色いバッグのひまわりですよ、あれの模写を描いてる。でその模写は多分今あの損保ジャパンにあるひまわりですよ。まあ、それを実際ひまわりを見て描いているように、これはゴーガン描いたゴッホなんだよ、はい、ゴッホのこのお気に入りのこの青いパイピングの服着てるだろう、いつも結構よくこれ着てるからね、ここでも着てるじゃん。あ、本当だ。そしたらこれ見てゴッホが、君は僕を気が狂ってると思ってるのかって謎切れするんだよ、ゴーギャンに。なんでですか？わからないんだよ。わからないんですか？わからないんだよ。わからないんだよ。